はい、皆さんこんにちは、しもりです。はい、ということで本日の動画なんですけれども、タイムスリップ第4弾登場ということで、正直個人的に激渋かなとは思ってるんですけれども、ということでいきましょう。タイムスリップセレクション第4弾。はい、ということでタイムスリップ第4弾が登場ということで、皆さんも結構待ちに待ったんじゃないかなっていう感じするんですけども、まあ、今回ですね、偶数弾なんですけれども、あの購入3回目のみ S ランク TS 第4弾飛距離確定ということで、購入6回目でですね、Gチームワークは今回なしという感じのね、ラインナップになりましたということで、早速選手を見ていきましょう。はい、ということで1人目阪神ですね、久保田投手でございます。9位891の9位型、まあ、球種がですね、まあ、リアタイ向きではないですし、まあ、特色タイピン剛速球奪三振ということで、まあ、タイピン剛速球結構強いんですけども、まあ、あの、リアタイ向きではないかなと思いますので、純正でもスルーでもいいかなとは思います。続きまして、広島高橋投手ですね。制球スタミナ78の B 同値。こちらも球種が正直言ってリアタイ向きではありません。特の切れタイピン散り上がりということで、まあ特殊能力は悪くはないんですけども、まあ球種がリアタイ向きではないということで、ここは純正にもおすすめできないかなとは思います。続きまして DeNA 村田選手ですね。弾道パワーヒッターパワー84のパワー型。サード適正 C 持ってるんですけども、補給 F なんでちょっと守備怖いです。特殊能力超パワーヒッター広角打法存在感ということで、特殊能力激強ですし、まあ打撃ステータスのね、ミートパワーもかなり高いので、ここはですね、あの DeNA 純正はぜひとも取りに行っていただきたいというところが村田選手でございます。12球団でも結構強いと思います。続きまして巨人小久保選手ですね。弾道アーティストパワー81のパワー型、スタート適正 C ですし、裏しても CDD ということで、まあ悪くはないですね。で、特の超アーティスト存在感逆境ということで、まあ、ここ効果があったらめちゃくちゃ強いんですけども、まあ、アーティストでですね、あのミートパワーも高いというところで、まあ、かなり強いと思いますし、今回の目玉選手ではないかなと思います。続きましてヤクルト石井投手ですね。9位86の9位型、球種がですね、ストレートの球は S あるんですけども、まあね、その他の球種がリアタイ向きではないです。特の超剛速球奪三振タイピンチということで、まあ、剛速球タイピンチここは強いんですけども、まあまあ、球種がね、どうしてもね、強くないというところで、まあ、私は今回スルーかなとは思っております。続いて中日浅尾投手ですね。9位86の9位型で、球種がですね、まあ、4球種ではあるんですけども、こちらですね、まあ、リアタイでもね、まあ、ワンチャン使えるかなというピッチャーでございます。特の切れ奪三振存在感ということで、まあ、タイピンあったら結構使えたんですけども、まあ純正でもですね、まあ正直ね、余裕がある方は取りに行ってもいいかなと思うんですけども、まあ無課金の方とかは取りに行かなくていいかなと思います。続いてオリックス吉井投手ですね。9位75の9位型、こちらも球種がリアタイ向きではないです。特の超重い球安定感内角ということで、まあ特のもまあ悪くはないんですけども、この球種ではリアタイ正直ちょっと厳しいです。続きましてロッテ諸角選手ですね。弾道グラウンダー走力79の走力型、まあ、センター適正 B で、レフトライトもね、C 適正持ってるので、まあ、使い勝手はいいかなとは、まあ、思うんですけども、特納もですね、流し走塁内野安打ということで、まあ、正直微妙ですし、まあ、ステータスそこまで強くないということで、ここはスルーでいいかなと思います。続きまして、ソフトバンク、本田選手ですね。弾道低弾道走力84の走力型、セカンド適正 B、裏瀬 CCD ということで、まあ、守備はですね、結構いいかなと思います。特納盗塁チャンスメーカー走塁ということで、特殊力がですね、かなり微妙というところで、まあこちらもですね、まあ正直なところですね、まあ牧原選手使った方が強いかなと思います。続きまして楽天涌井投手ですね。制球スタミナ80の A 同値でございます。で、球種はですね、まあいっぱいあるんですけども、まあそこまでリアタイ向きではないかなと思います。で、特の超タイピンチコントロール対強打者ということで、特殊能力めちゃくちゃ強いので、まあこれはですね、正直ですね、まあ球種的にはそこまで強くはないんですけども、あの勝負で全同値も狙いますし、楽天純正の方は取りに行ってもいいかなと思うピッチャーでございます。続きまして西武森友哉選手ですね。弾道パワーヒッターミート82のミート型で、保守適正なんですけども、一応レフトとライトも守れます。裏ステ FBB ということで、まあ盗塁はですね、まあ結構ね、スローイング方 B あるんでさせるんじゃないかなと思います。特の超チャンス20丸、保守パワーヒッターということで、特殊力は結構強いので、まあ、あの西武純正はここですね、持ってない方はぜひとも取りに行っていただきたいという方ですし、まあ、12球団でも結構強いかなと思います。ラスト日本ハム鍵谷投手ですね。975の9位型で、球種がですね、まあ、残念ながらリアタイ向きではないですね。まあ、辛かったんですけども、ちょっとスライドの変化よりちっちゃいかなと思います。
徳の伸びきれたいランナーということで、得点力まあ悪くはないという感じなんですけど、まあね、ここもですね、純正もするではいいかなと思います。はい、ということで選手見ていったんですけども、まあ、個人的に12球団のおすすめはですね、村田選手、小久保選手、森友哉選手、こちらの野手3人かなと思います。まあ、投手の中だったら、まあ、一番涌井投手がおすすめかなと思いますし、まあ、今回ですね、イベントでランキングもあるんですけども、まあ、ランキングはしてる方、正直言ってですね、この西武、巨人、DeNA 純正の方だけでいいかなと思いますので、結構今回のランキングは緩くなるんじゃないかなと、まあ、思いますけども、私今回ですね、正直欲しい選手いません。森友哉選手がですね、まあ、ワンチャン当たってもいいかなっていう感じなんですけども、まあ、12分の1ということで、まあ、ちょっとね、確率結構厳しいですし、まあ、ヤクルトの今回石井投手も今回私スルーでいいかなと思ってるので、今回ですね、タイムスリップですね、引きません。引きません。ということで、今回リアタイのですね、こっちのピックアップスカウトをですね、購入3回目まで30連していってですね、今回こちら結構個人的に激アツな選手いますので、こんな感じで、まあ、一応12球団こんな感じの選手なんですけども、まあ、個人的に欲しい選手がですね、清宮選手、そしてあとですね、藤井荒也投手、あと西川龍馬選手、あとビシエド選手、あとグリフィン投手、あと佐藤輝明選手という感じで、結構ね、欲しい選手いるので、今回こっちに行っていこうかなと思いますので、まあね、正直ですね、こっちの TS 今回スルーする方結構多いと思いますので、そういうことはスルーでいいと思います。はい。ということで、一番欲しいのは清宮幸太郎選手、同い年ということで、10連目から引いていきたいと思います。はい、ということで、一応ですね、30連引いていこうと思います。1、3、5回目がピックアップ選手1人確定ということで、まあ50連はまあ引かなくていいかなと思っておりますし、まあヤクルトの清水投手はですね、まあ、今回私持ってるので清水投手は大丈夫という感じで、清宮選手、まあ、あと佐藤輝明選手あたりが結構個人的に欲しいかなと思ってる選手ございますということでいきましょう。最後10連目アイスカプテン清宮幸太郎選手欲しいですね。2枚引きではないと思いますけど、 A ランクもでかい、 A ランクも結構でかいで、個人的に今回ですね、グリフィン投手も結構強いので、グリフィン投手はですね、通常 S ランクの中だったらかなり上位に来るぐらい強い投手なので、結構おすすめでございますということでいきます。10連目、最後水上投手はまあ悪くはない、悪くはないです。はい、ということで20連目いっていきたいと思います。ここ S ラン確定ではございませんということで、だけども引きます、引きます。はい、よろしくお願いいたします。引いていきましょう。 S ランここで運を見せよう。調子くん、まあヤクルトの選手も結構ですね、今持ってない選手かなり少ないので、内山選手、長岡選手が欲しいっていうところで、まあ、そこはだったら結構嬉しいんですけど、まあ OK。はい、ということでラスト購入3回目、こちらピックアップ選手1人確定ということで、今回引いていきたいと思いますし、 TS4 弾のですね、まあ、累計のですね、契約書改編も生配信でやっていこうかなと思いますので、ぜひともそちらも見ていただければなというところで、ラストいきたいと思います。30連目ここ清宮選手引きたいんで、ちょっと日本ハムにちょっと変えてきます。はい、ということで日本ハムに変えてきました清宮幸太郎選手ですね。同い年なので、同い年で高校時代にですね、一回対戦したことがあるので、ぜひとも引きたいということで、清宮選手引いていきたいと思います。いきましょう。はい、ということで、清宮選手、ほんと12球団オーダーで使ってみたいので、個人的には、極みにできるので、しかも。フェーボーフェーボー !2 枚引きでもいいよ。2枚引きでもいいよ。清宮里輝欲しいです、結構、個人的には。どの選手欲しいかって言われたら、あと西川選手も欲しい、かなり。最後。いこう、もう一丁かいくー、2枚引きかな。でもこれ多分2枚引き、 OK、 これ2枚引き、これは2枚引きです。西川、清宮、外出る、こいビシエドー、ナイス、めちゃくちゃナイス、ピックアップ選手ナイス、めちゃくちゃナイス、でかい。これビシエド選手使ってみた動画も出していきたいと思いますので、しっかりと育成していきたいと思います。いきましょう。ラストお願い。まあ自信は確定しきてないんで、清宮選手結構厳しいんですけども、まああとは外出る西川龍馬引きたいと思いますということで、今回は TS 第4弾、まさかの引かないという感じになりましたけれども、最後神引きして終わっていきたいなと思います。いきましょう、ラスト、来いや来い、どー